ンドって初めてだったけど、みんなと演奏できてすっごく楽しかった。まあ結構やりがいあったねそうだね。最後はヘトヘトになっちゃったけど楽しかったね。あのみんなありがとう。私がミクの曲をバンドでやってみたいなんていきなり言い出したのに付き合ってくれて。それでそのみんなが良ければまたやりたいな。うん、またやろうよ。明日も明後日も4人でバンドの練習しようね。うん。あれ今流れ星？あ、どこどこ？ねえ、公園のジャングルジムに登って見てみようよ。あ、また流れた。あ、綺麗。あ、そういえば今日って流星群が見られる日だったね。朝ニュースでやってたよ。そうなんだ。じゃあもう少し待ってたらもっとたくさん見られるのかな。もっとたくさん、きっと綺麗だろうな。さっきどうしたの？ずっとこんな風だったらいいなって思って、みんなで遊んでたっくさんおしゃべりして帰り道に星見たりして、そんな風にずっとみんなと一緒にいられたらいいなって。そうだね、私もそう思う。私も。うん、そうだ、私家から双眼鏡持ってくるよ。製図もあるし、みんなで見ない？そんなのあるんだ、面白さ。じゃあ帰って楽器置いてからまたここに集合しよう。うん。見過ごしちゃったよ。まだ流れてない？サキちゃん、流れ星はすぐ消えちゃうんだよ。だからじーっと見てないと。見つからないよ。きっとまた流れるよ。みんなで探そう。志保、一緒にお昼食べよう。今日はほのみも時間あるから3人で。中学2年の時、志保やほのみとクラスが離れ離れになって、休み時間のたびに志保たちのクラスに行ってたけど。話しかけないで。え？これから昼はベースの練習したいから一人で食べる。もう来ないで。志保？頼まれたってあんたたちと一緒にお昼なんて食べないから。あの教室にいるといつもイライラする。自分たちと同じ考えじゃない人間は邪魔者扱いされて。
本当はもうちょっと上手に交わせればいいのかもしれない。でも無視できない。一花たちのことよく知らないくせにあんな風に言う奴ら。私に相談？あ、ほなみ？うん、大丈夫だよ。じゃあ中庭で一緒にお弁当食べながら話そうか。また吹奏楽部の後輩が教室に来てる。ほなみは優しいし、頼りになるからな。じゃあ一緒に。あれ？しほちゃん？あ、まずい。しほちゃん、いちかちゃんから様子が変だって聞いたけど、何かあったの？もし何か困ったことがあるなら、話を聞きたいなって思うんだけど。私に話しかけないで。え？これから用事あるんでしょ？じゃあね。しおちゃん！おなみ、びっくりしてたな。でも、これでいいんだ。こうしてれば、おなみやいちかには。いた、シホ。いちか。ねえシホ、この前のもう話しかけないでってどういう意味？メッセージも読んでくれないし、サキには連絡してるの？サキ、もう話しかけないでっていうのはそのままの意味。私いちかたちと遊んでる暇ないの。どうしてそんな急に。ちゃんと説明してくれないとわからないよ。説明することなんてない。いいからついてこないで。ついてきたら本当に一生話さないから。あ、シホ。これでいい。これで間違ってない。いちかもおなみもすごく優しい。これだけ冷たくしても私を気にかけて話しかけてくれて。だから迷惑かけたくない。私のせいで二人に辛い思いさせることになるのは嫌だ。サキは、サキには二人がいれば大丈夫。二人が笑顔でいられるなら、きっとサキは笑ってくれる。それで、いいんだ。気持ちを切り替えて、ベースの練習しよう。一人の時間が増えるってことは、練習に打ち込める時間も増えるってことなんだから。プロのベーシストになるためにも、一分でも一秒でも長く練習しよう。蒸し暑くなってきたな。どこかの空き教室で弾けたらいいけど、そんな都合のいい場所はないし。仕方ない、日陰に移動しよう。ここなら大丈夫かな。よし、もう一回。難しい曲だけど焦らなければできるはず。いい調子。このまま最後まで。楽器の音？
初めて最後までミスしないでいけた。すごい。え？誰？あ、ごめんなさい。勝手に聞いちゃって。別に、聞くのはいいけど。そっか。それならよかった。まだ何かあるの？あ、いや。ただここでお昼食べようと思って。あ、そう。なんだか変な子だな。ここで一人でお昼食べる子なんていなかったし。練習、しにくいな。かといって、他にできる場所なんてないし。ま、邪魔になるわけでもなさそうだし、いいか。やっと授業が終わった。今日も屋上でベースを。お、いちかとほなみが教室の前にいる。あの感じ、私のこと待ってるみたい。仕方ない。後ろの方からそっと出ていこう。本当に、しほちゃんどうしたんだろうね。うん。理由も言わないなんて、しほらしくないっていうか。やっぱり何か困ってることがあるんじゃないかな。私たちに話せないような理由があるとか。それなら、やっぱりちゃんと話したい。しほが困ってるのに何もできないなんて、嫌だ。うん、そうだね。ごめん、いちか、ほなみ。こうやって避けてることで、二人にすごく心配かけてる。でも、やっぱり、いちかたちには迷惑かけたくない。あ、また来た。昼休みだけじゃなくて、放課後もここに来るってことは、部活もやってないのか。何しに来てるか知らないけど、まあ、いいか。今は何も考えないで、ベースに打ち込もう。